はいどうも、なおちんです。さあ今日もマイクラレジェンズやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日は防衛戦ですね。ここを攻められてます、スケルトンの屋敷だね。スケルトンの屋敷を攻められてます。普通の村と違って、なんだろう、建築しにくいんだよね。村の周りも村の中も建物とか、あとなんか山みたいなのがあって、うまいこと建築ができないんだよね。まあ、とりあえず周りを塀と、矢の塔で囲んでみたんだけども、どうなんでしょう。うん。で、今回は、レベル2だね。星2の敵が攻めてきます。ちょっと大きいやつも出てくる感じだと思うんだけども、どうだろうね。うん。なんかバトルドラムとかカブーメリーも置いてみたんだけども、全体まではね行き渡ってない。うん、全体まではね行き渡ってないんで、どうなんだろうね。で、あとこのなんだっけ、石石像建築か、これもなんか機能しないんだよね。うん、ある程度はできてるんだけども、できてないところも多く見られる。うん、どうなんだろうね。まあ、とりあえず、夜を待って、防衛してみましょうか。夜になりましたね。ちょっと外に出てちゃった。基本的に今回も、触らないようにします。俺は何もせず、見守ります。6分か。倒せるかどうかだよね、うまく。うん、多分バトルドラムがしっかり入ってるところは全然いけるね。ここ多分バトルドラム入ってるね。攻撃速度が全然変わるもんね。で、こっち側は多分バトルドラムが影響してないところだと思う。え、全然攻撃しない？あ、してる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 。うん、あーでもこの外側にあるさ建物なんかは、まあ攻撃受けるよね。でも、いや、これは仕方ないもん。あまりにもちょっとね、範囲が広くなりすぎるので、あそこはもう仕方ない、壊されるのは。むしろいらないか。ピグリーたちが来た来た来た、どうだ？お？来てる？なるほど。町の外になんか俺スポナーを作ってたみたいだね。そこが今攻め落とされてる感じ。あれは別にどうでもいい。うん、あ、なるほどね。うん、まあ、アイストラップはそんなにいらないか。ちょっと外側に作りすぎたね。アイストラップ作るんであれば、もうちょっと密着したところに作るべきっぽいな。まあそこはちょっと勉強していこう。外側にあっても壊されるだけだわ。で、星2なんだけど、あんまり強い敵が来ない。あ、まあまあ、後で来るか。最初は様子見で、歩兵たちをどんどん送ってくる感じか。あ、でかいやつ来た、でかいやつ来たぞ。いる。あ、でもこっちには来ないのか。でかいやつがいますね。ちょっと呼んでこよう。お前が来た場合どうなるのか、ちょっとそれを見てみたい。でかいやつがもしも来たときは対処できるか。こっち側がね、バトルドラムの影響を受けてないところ。でもこのでかいやつにも、ダメだ、壊される。そんなに攻撃入ってない。どうだろう。いや、入ってるけども、なるほどね。こっち側はあのカブーメリーもバトルドラムもないんで、ちょっと厳しいのか。多分カブーメリーがあればいいんだろうけどね。うわー、これちょっと倒しきれないのかもしれないね、このサイズのやつが来ると。
崩されてる。倒しきれないかこれ。いやこれは崩されるわ。全然倒せる気がしない。いややばいやばいやばい。これ反対側からも来てるかもしれないね、もしかしたら。なるほど、このでかいやつが来たら他が手薄になるので若干厳しくなるな。あ、倒した。一応倒せる倒せる倒せるには倒せるね。おう、倒せるには倒せるけども、いや時間がこれはかかる。このカブメリーとバトルドラムの影響を受けてるところがしっかり倒せてるかどうか、それをちょっと見たいな。ちょっと待って、巻き戻しやめて。この巻き戻しもよくあるよね。巻き戻し勘弁してくれ。うわ、また来たまた来た。ここにしか出ないな。一番手薄な場所にしかこいつでかいの出てきてくれない。いやー、これ屋敷守るのはちょっと難しいな。一応ね、守れるには守れたんだけども、突破されるところはね出てくるね。これどうなんだろうな。もうちょっと範囲を広げて、でそこに、カブメリーと、そうね、バトルドラムを配置していくしかないのかな。もうこの街の中はね、村の中か、配置できないんだよね。まあ、ここにバトルドラムがあって、カブメリーがここにあるんだよな。となると、この裏の、この辺りか、この辺りがもう影響を受けないんだよな。うん、だからこれが突破されたんだと思うんだけども、まあ、突破されても、まあ、矢の塔が3つぐらい壊されたぐらいか。ちょっとこれ改良の余地がありますね。この山とかを崩せればね、いいんだけども、これ崩せないんだよな。はい、ということで今日はスケルトンの屋敷の防衛戦でした。ちょっと地形がね、狭くって難しいんだけども、ちょっとね、こう建てるものをコンパクトにして、考えていかないといけないかな。あと、クリーパーとゾンビの方、あっちを、頑張って作り込んでみようと思います。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。